していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。リ・モンスター、とてもよくできたレベリング漫画。レベリング漫画の大御所である、クモですが何か？とこの漫画はほとんど同じ、レベリングしているプレイヤーを見てたしなむっていうガチで2020年向けの作品なのぜ。クモですが何か？を読んだ時は本当にあんこに衝撃が走ったというか、ただただひたすらレベリングしかしない漫画なんだけどね。これがまあ、そう面白いんです。で、クモですがは主人公のクモが単体でひたすらレベリングする漫画なんだけど、こっちの方はナーカーマと共にレベリングするという漫画であり、チームでレベリングするのが好きならこっち、単体でのレベリングが好きならクモですが、と分ければいい。どっちも面白いからどっちかが好きならどっちかも好きになると思うのぜ。で内容はスキルとかが存在する仮想の SF ファンタジー世界から異世界転生してきた男が主人公。こいつの転生先がナロー系ファンタジー世界のゴブリンであり、ベースが人間なので賢いゴブリンとして仲間のゴブリンメスとゴブリンオスと一緒にレベリングを始めるという感じの漫画。で、主人公は前世のユニークスキルである、食べると食べたモンスターのスキルを習得できるというチート持ちであり、これを使って硬質化とか突進とか独体性とかといったスキルをガンガン覚えていくという漫画。このレベリング漫画のクッソ激烈にお上手な部分は作画であり、例えば一番初めは石を使って角が生えたウサピョンを討伐していたのだが、そのうちウサピョンの角をまとめて作った鎧を装備するなど、どんどん主人公チームのインフラが整う感じの描写が、マイクラ好きとか、レベリング好きに最適化されててモルトゲーね。シナリオは、このチームゴブリンを元に、他のモンスター種族をガンガンチームに引き入れて、そいつらをレベリングして傭兵団を始めるという感じの内容がないようなレベリング漫画。レベリング漫画は、レベリングを楽しむ漫画だから内容なんか必要ないのぜ。この漫画がつまらないわけじゃなく、そもそもレベリング漫画やレベリングが楽しいマイクラでも言えることであり、これはこの手の遊びが抱える致命的な部分なのだが、この手の作品やゲームは、序盤の何もないところから、必死に生活基盤を揃えるまでが楽しく、ある程度経営というかレベリングが安定した後は結構惰性になってしまうし、漫画なら主人公が一通り強くなってほとんど誰にでも勝ててしまう状態になったあたりでもういいかなって感じになってしまう部分は是非もなし。いっちゃんはじめのスライムにすら勝てないカスが、基礎インフラを構築してってあたりがいっちゃん面白いのぜ。スカイリムとかでも、もっと入れてベリーハードで遊んでも、一通り盗賊団のアジトとかを蹂躙できるようになったら、なんかもういいかなって感じになる感じ？ここからネタバレ？この漫画はゴブリンの進化先がオーガとかになっているので最終的には主人公はイケメソオーガになるという設定で、わえ？ゴブリンってオーガの介護官だったんすねーってという感じ。ゴブリンスレイヤーとかの漫画だと、ゴブリンはゴブリン、オーガはオーガなのぜ。まあその辺は作者のさじ加減であり、この漫画はそんな感じだよって感じの漫画。漫画自体は、レベリング漫画としてクソ激烈に面白いし、主人公たちが最強になっても新たな仲間たちはクソ雑魚とかだから、そいつらのレベリングをたしなめるとかそんな感じの、主人公クソ強になったあたりでレベリング漫画で面白さが半減するよね。手のの欠点を工夫されている？と思われる作品なのぜ。騙され裏切られ処刑された私が誰を信じられるというのでしょう。とてもよくできている作品。内容は、一度目で貧困法制な貴族の令嬢をしていたが、ある日から一気に形勢が悪くなり、家族には見放されて、婚約者には裏切られて、拷問を受けて、最後には冤罪をかけられてガメをべらしてしまう悪役令嬢が主人公。こいつがタイムリープした後は、もう誰も信用できない。ということから、N 年間、ごっそりレベリングをしてきちっと力を蓄え、死亡フラグであるその国の王子と婚約しないための努力をしていたが、二度目の人生では、無理やり王子がエンカウントを仕掛けてきて無理やり婚約を迫られてしまう。一度目は自分から下級の栗を拾いに行ったのぜ。このままだと一度目の人生と同じ二の足を踏む可能性が極めて高いと判断した主人公は脱走を決意。ここから、スゴーデオスとヨシの親子冒険者のサブヒーロー1とサブヒーロー2を仲間に逃走しつつ、水戸黄門を始める漫画。何が面白いって、主人公の行動方針が非常に合理的な設定している部分で、ちゃんとしっかり危機感も持っているので、少なくともおまんじゅうならこうするって思う方向に主人公は行動するので、リズムよくスラスラ読める。ただ、別になんでもかんでも、ストレスフリーな作品がいいってわけでもなくて、おかゆく悪役令嬢ものの作品があるんだけど、そっちは、目の前に落とし穴があるのに、その落とし穴に向かって、ああ、どうしよう。落とし穴に落ちたくないなぁ、怖いなぁ、頑張って落とし穴に向かわないようにしなきゃ。
使命感、しながら落とし穴に進むってシナリオの漫画なんだけど、それはそれでクッソ面白いのぜ。まあそんな感じで汎用な悪役霊嬢ものの作品は、逃げれるのに逃げないという非合理的な振る舞いをするんですが、これは、学園編を始めたり、対立軸とエンカウントさせることでシナリオを盛り上げたいからなのぜ。主人公を逃がさない工夫がなかったり稚拙で、読者がしてほしいと思っているシナリオに進まなかったりする。別に何でもかんでも読者におもねる必要はないのぜ。ただ読者が進んでほしい方向って誘導できて、例えば、もしも主人公が逃げるものなら家族を殺す、誰かに喋ったら殺す、お前のことは常に監視しているからな、みたいな要素を入れれば逃げられない工夫とかはできるし、そうすると、読者は、もうヴィランと対決するしかない状況まで追い込まれるから、主人公が学園編に進んでも問題ないわけだし、読者もそうなることを望むわけなのぜ。お上手なシナリオはそういう、細かいところなんだけど、逃げられない工夫がお上手です。で、話は戻るけど、この漫画はしっかりなんで王子は2回目も主人公と婚約しようとしたの？主人公はひたすらエンカウント回避してたのにって部分だったりの設定や工夫がお上手だし、逃げた後の主人公に対する追っ手の差し出し方とか疑う方法とかが秀逸で、ここからネタバレ？主人公は変装して、検問とかを突破するんだけど、それに対して追っ手側は、容姿が近しいため極めて怪しい人物だが、極めて怪しい程度のリソースしか割かないとか、主人公チームも追っ手の追跡を振り切る方法が合理的だったりとか、馬鹿し合いが大変お上手。それでいてちゃんとしっかり身と肛門するし、最終的にご都合よくみんな救われてハッピー。クズはざまあ打って落ちにするシナリオもお上手だし、シナリオがお上手な作品。とにかくこの漫画はめちゃんこシナリオがお上手な作品なので、超絶おすすめなので。魔女に与える金槌、1話読んで醸し出される。ダメっぽいなこりゃ。ダメっぽいっすねのぜ。な感じの漫画であり、26世紀青年みたいな感じで終わる。これは3巻で終わる漫画だなって感じの作品。シナリオはカソリックが実は悪魔が自分たちの能力者を生み出すために作った宗教ですって感じの世界観で、カソリックの魔女狩りによって無実の罪でガメをべらさせられて、能力者に目覚めた魔女たちが主人公。教育とかがしっかり行き届いていないと、ストロングスタイルの不特定多数の人間たちは少数や、理解できないものを差別して殺したがる健能な生物なのぜ。こいつらが、カソリックの犬になって能力者になった魔女たちと戦うという、どっち向いて作っているのかさっぱりわからない、キャタピラーの拷問器具っぽい感じの作品。何がダメっぽいと思えるかというと、能力が拷問器具専門にしているという、能力者バトル漫画もいよいよここまで色物にしないとネタがなくなったか、という感じ。次に、メインヒロインたちが無実の罪で拷問されてガメをべらされたという設定が良くない。拷問される瞬間に能力に目覚めたとかの設定ならいいと思うのぜ。で、2020年の作品に必要なキンキンに冷えた甲羅のようなわかりやすい、腹の底からザマミロ&スカッと爽やかの笑いが出てしょうがねえぜ、が必要なのだが、それがない。なぜなら主人公サイドは無実の罪で拷問して殺したせいで魔女になった女たちと敵対するから、無実の罪を着せてガンガン魔女狩りしまくってる教会に対して敵対するっていう漫画とかならしっかりわかりやすいし、ソウルトラハイパーモンゲーおすすめ作品の変獄のシュベスタとかはそんな感じでクッソ面白いのぜ。ただ、この漫画はまあ、一応教会には敵対する？じゃ敵対する感じなんだけど、よくわからない感じというか、教会を内部からぶち壊すみたいなよくわからない第三勢力みたいなのを作ったり、シナリオラインがブレブレというか、そいついる？ってやつが出てきたり、単純じゃないんだよね。ただでさえ色物なので、せめてシナリオくらいはわかりやすくした方がいいと思ったのぜ。この設定がガチで2020年っぽくなく、倫理だったり道徳というのは宮崎駿や、その世代の創作コンテンツで十分間に合っているので、読者はそういうお説教を聞きたいのではなく、主人公たちを潰したクズが泣いてわびる顔を見た後にそいつらに、でも死ね、押して殺してほしい、スカッと爽やかな気分にさせてくれる因果応報が欲しいのである。というのは、世の中というのはどんなに法律が発展しても理不尽なのぜ。理不尽が世の中から消えることはないのぜ。なぜなら不特定多数の人間は理不尽なことをしたいからなのぜ。だからフィクションくらいは理不尽に抗いたいって思うんじゃないかな。ただし、この漫画を読んでいて思ったのだが、一神教で湯のつくあれと井のつくあれは未だに中東諸国で猛威を振るっているので、この漫画の宗教は悪魔が作った概念であるという部分の設定はウィットに飛んでいて面白い。まあ、ミレニアム信仰なんていう現世はクソだから、記憶正しく生きてたら1000年後に復活できるよって思想とかって現実逃避として使われていたから、今の現代人が漫画とかに娯楽に依存するのとそんなに変わらなくて、昔は依存できるコンテンツや娯楽が宗教しかなかったからしゃあないかなって思う。あとは宗教があることで死生児の対策にもなったし、
ストロングスタイルの獣である人間を縛る拘束具みたいなのが必要だったと考えると必要悪だとは思うのぜ。おまんじゅう的には、宗教って文明が安定するまでの必要悪だとは思うけど、義務教育とかが浸透した以降は、ない方が安定すると思う。そんな感じの宗教について考えた打ち切り漫画。